おはら祭りは、鹿児島県鹿児島市で、鹿児島市の秋の風物詩とされている。高見馬場交差点から伊豆路交差点を通り、三橋通りまでに2万人程度の踊り連が連なり、鹿児島おはら節、鹿児島半夜節、渋谷温度などが踊られる。総踊りだけではなくいろいろな催しが行われる。祭りは、本祭りの前夜に行われる夜祭りと、本祭りがある。 もともと戦前から鹿児島市内ではお祭りや盆踊りが盛んであったが戦火に飲み込まれて多くの祭りは太平洋戦争で中断していた。1945年3月18日から8月6日にかけて米軍による計8回の鹿児島大空襲で市内の93%が焼失、多くの神社や寺も焼失して祭りどころではなかった。 戦後4年が経った1949年、鹿児島市政60周年を記念して、町の復興に燃える市民の手によって新たに始まったものが、おはら祭りである。スタート当初は、自動車仮装パレードも行われていたという。なお、1983年には、戦後再建された、照国神社の人形師も、演技発一として復活している。1988年は、 昭和天皇の病状悪化のため中止。2020年は新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響下であったものの、夜、祭りを休止して本祭りのみとし本祭り自体も開催時間を約2時間に縮小し、踊り連を例年の約10分の1の62連2189人に歩道からの観覧を禁止して、 車道上に観覧エリアを設置するなどの対策を行い実施した。かつては県内の民間テレビ各局、KTS 鹿児島テレビ、KKB 鹿児島放送、雇用手鹿児島読売テレビの4局。KTS は1980年から、KKB は1983年から、雇用手は1995年から、参加が天文館に特設ステージを設置。 関連イベントを実施しその模様をおはら祭りの特別番組として放送していたが視聴率低下やスポンサー離れなどを理由に2002年をもって4曲とも終了した2003年以降も各局の夕方のローカルニュース枠で前夜祭りの模様を生中継リポートの形で放送していた MBC は1975年よりおはら祭りに参加していた2009年になり MBC が、総踊りそのものを、ズバッと、鹿児島の一時間スペシャルとして放送した。その結果、視聴率十七点三パーセント、選挙率四十六点七パーセントを記録したことから、翌二千十年からは単独の特別番組として放送されている。以降も、同様の形態で、生中継を行い二千十四年からは十四時代にも一時間の特別番組を放送し、 同年秋から放送を開始した夕方ワイド番組、鹿児島4でも生中継を2017年まで言っていた。なお、MBC は、過去には、MBC ラジオや、MBC 開発、2010年以降は、MBC グループとして踊り連にも参加している。KTS 初参加となった1980年は、当時の KTS 天文館営業所前に、 特設ステージを設置し16時台に特別番組として放送15時台には富士テレビ3時のあなたを通して全国中継も実施された。また1984年から1987年にかけては KTS 鹿児島テレビ踊り連として総踊りにも参加した。二千十二年十一月二日に十九時十九時十七分に放送された特別番組 ユーテレ、おはらまつりスペシャルゲソ太郎が、ダチョウクラブを、おもてなし、にて、前夜まつりの模様の生放送を行った。2013年から2015年は、ユーテレ、2016年は、カゴニューで、生中継を行い、2015年にはそれに加えて11月3日に9時50分から85分に、わたり特別番組、生中継、第64回おはらまつりを放送し、 以降放送枠の変動がありつつも2020年現在も継続して行われている。NHK 鹿児島放送局では2008年に放送された NHK 衛星第2テレビジョン大い日本熱いがいっぱい。鹿児島県の中で前夜祭りを控えた会場の様子を放送した。渋谷鹿児島おはら祭りは東京都渋谷区で毎年5月の 第3日曜日行われる祭りである。祭り踊りパレードは渋谷道玄坂文化通りで行われる。渋谷、鹿児島お原祭りでは、鹿児島お原節、渋谷温度、鹿児島半夜節、東京お原などが踊られ、前半には鹿児島お原節、渋谷温度でコンテストが行われる。ありがとうございます。